時刻は6時半です。沢田研二最新ニュースのお時間です。メモジュリニュース1830、ザ・タイガースのトッポ、加橋克実さん、最新のインタビューで自身の音楽のルーツを語っていらっしゃいます。そしてなんとそちらにザ・タイガースについても語っていらっしゃいます。本日はそちらについてご紹介させていただきたいと思います。こちら8月19日日刊現代デジタルより、加橋克実さんが憧れたストーンズ、サティスファクションはザ・タイガースの原点でもある、人生を変えた一曲、ザ・タイガースの時代からファンの方々は克実さんの様々なインタビューっていうものも聞いてこられたと思うんですけども、どうなんでしょう、近年でこれだけお話しされているっていうのは非常にレアなんじゃないでしょうか。インタビューの冒頭からザ・タイガースの原型についても語ってらっしゃいます。まず元々の音楽をやるきっかけはベンチャーズだったそうで、それを見て見よう見まねで4人、加橋克実さん、ひとみみのるさん、森本太郎さん、岸辺一徳さんで始めたのがアマチュアバンドということで、これがザ・タイガースの原型となるわけなんですけども、そしてそのザ・タイガースの原型で京都で開催された全関西エレキバンドコンテスト、1966年に出場されたということで、まあベンチャーズみたいにギターとかの音だけじゃつまらないというので引っ張ってきて入れたのが沢田ですというふうに克実さんもおっしゃってらっしゃいます。ここでいわゆるザ・タイガースの5人が揃うわけなんですよね。そしてそのコンテストでこの5人がやったナンバーはザ・ローリングストーンズのサティスファクションということで、後のザ・タイガースのレパートリーにもなりますし、再結成の時でもですね、このサティスファクションは演奏されましたけども、このサティスファクションを演奏してこのコンテストでなんと優勝したという、こっからやはり違いますよね。ザ・タイガースはやっぱりすごいなと感じてしまいますけども、そして加橋克実さんはジュリーが入って5人になった時のザ・タイガースについてこのように語っていらっしゃいます。後から沢田を入れて5人になった、その時第6巻というのかな、頭の中でチカッと光るものがあった。このグループは何をやっても他には勝てる。いや、なかなかね、鳥肌立つようなすごい克実さんの発言ですけども、ジュリーがこのインタビュー見たらすごく喜ぶんじゃないでしょうかね。そのまま再結成とかならないですからまあそれだけ克実さんは沢田研二という凄さ、そしてこの5人のザ・タイガースの凄さをやはり誰よりも感じてらっしゃるということなんでしょうね。でその後瞬く間にザ・タイガースは様々なバンドを抜き去ってトップの座に君臨するというねことになるわけなんですけども、克実さんはこのように語ってらっしゃいます。普通は5人いたら5人の足し算です。ところがザ・タイガースは掛け算だった。掛け算してまるで核分裂みたいに破裂していく。個性が全く異なり、一つの方向性を与えると異なる方向に向かって広がる、そんな感じ。うまく言葉で言い表せませんが、とザ・タイガースについて語ってらっしゃいます。アーティスト気質の克実さんらしいインタビューという感じがいたしますけども、ザ・タイガースの凄さについては、まあ、もちろんジュリーもね感じてらっしゃると思うんですけども、克実さんもやっぱりすごくこう凄さを感じてらっしゃるなというふうに思われる今回のインタビューとなっております。まだまだたくさん今回インタビュー語っていらっしゃいますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの動画の概要欄に克実さんの記事の URL をつけております。よろしければチェックしてみてください。いや本当に熱く語る克実さんのすごいねいいインタビュー記事でございまして、いやこの記事をきっかけに何かこうザ・タイガースうまくこうね、再結成前進していかないかななんて思ったりして今回ねご紹介させてもらいました。当 YouTube チャンネルでは不定期夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新ニュースを中心に配信しております。よろしければチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。しぎりもんでした。